恐竜学部のお話も出ましたけれども、そうなんですよね、恐竜学部ということで立ち上がって、これから福井で恐竜を学ぶぞっていう学生さんがどんどん、まあ、一応まだ仮称ですけどね、仮称ですね、過去仮です、過去仮がつまがついてますけど、でももう本当に恐竜を学びたいから福井だっていう学生さんがどんどんこう集まってくることにつながっていくんじゃないかなと思いますが、これから未来の研究者、それからまあ福井で恐竜学びたいと思ってる方にも、なんか一言ずつメッセージいただいてもいいですか。そうですね福井って本当にすごいところで、まあ、これからも含めて何がすごいかって言いますと、これからやっぱ恐竜学部括弧仮ができまして、まあ、つまり恐竜を学びたい人が実際福井に来ていただいて、実際に恐竜本物を使って学ん で、そこから、恐竜総研も含めて、これから多分恐竜に関する働き口っていうのは、福井でももっともっと増えてくるかと思いますので、もう本当に高校生が終わって福井に来たら、そのままずっと福井で恐竜やっていける、そういう世界というか、まあ、地域が実際にこれからできていくと思いますので、まあ、まだちょっとそこまで達せてないですけれども、これからそういったところが、まあ、見えてきてますので、まあ、そういったところもちょっと期待しながら、あるいは、ご自身でちょっとリサーチしながら、福井でじゃあずっとこの、まあ、恐竜を学ぶところから恐竜実際お仕事するところまでっていうのを、やっていけたらいいなと思ってますし、まあ、そんなのに僕らも、これから努力しますし、皆さんもそれをぜひ期待して注目していただけたらなと思ってます。恐竜の仕事ができる、そこまでねつながるっていうのは本当にこう求められるとこですね。服部先生いかがですか。まあ、恐竜もそうなんですけど、恐竜を入り口にして、いろんな例えば他の古生物っていうか化石に関する興味であるとか、あとは普通に今生きている生物、まあ、鳥なんかがねつながりやすいですけど、そういったところの興味を広く持ってもらって、まあ、そういったところもちゃんとこう受け入れられるような体制にしていければなというふうに思ってますけれども、まあ、入り口は恐竜でも、もうどこに行っても本当に活躍できるような人材も作っていきたいなと思ってますし、まあ、あんまり恐竜だけじゃなくて、恐竜を間口にしてこう広がっていくような世界を作れたらなと思ってます。そうそうそう、今おっしゃった通りで、一つ誤解がないようにと思ったんですけど、僕ら恐竜研究者も恐竜だけ見てるわけじゃなくって、むしろ恐竜の外の例えば地層のことだったりとか、服部先生鳥のことも研究されてます、僕もやってましたし、そういった恐竜以外というか、むしろ恐竜を学ぶためには恐竜以外のことをもっともっとたくさん知る必要があるので、別に恐竜だけを死に福に来てたわけではなくって、まあ、恐竜を目的でもちろんいいんですけれども、例えばじゃあ逆に福井に来て恐竜好きだったけれども別の古生物化石と興味を持ちました、地層に興味を持ちました、 で逆に福井でそういった恐竜じゃないけれども恐竜に関連した仕事を見つけてもらって、そこでまた活躍してもらうというのはもちろんいいことだと思うので、そういった恐竜が好きで福井に来てみましたでは全然 OK です。でただ恐竜以外もできたら好きになってほしいっていうのも願いです。そうですね、いやなんかそうだと思って私今子育て中なんですけど、子育てにも本当にためになる今言葉をいただいたなと思って、いや今日は恐竜王国福井ってっていうところを、まあ、深掘りかなと思って話を伺ってきて、やっぱりその長い研究とそれをまあ継続して、本当にいろんな方の尽力あって続けてきて、だからこそ その恐竜王国福井、その研究恐竜って一つの分野の道筋っていうのがついたんですけど、そこをまあ切り口に福井っていうもののなんか、まあ、教育もそうだし観光もそうだし産業もそうだし、そういうとこ全部にこういい形で影響していって何か新しいものが生まれるっていう、その未来っていうのが恐竜のスタートからこう見えてくるなって思いながらお話伺いました。はい、はい、またちょっと後でいろいろ遊ばせてください。ということで今日は、お話を伺ってまいりました、恐竜王国福井のその意味っていうのはいろんなところに見えてきたなと思います。お話を伺いました福井県立大学恐竜学研究所、今井先生、服部先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。